大あ久米宏やねっホンマちゃいや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 すいませんねあどうぞどうぞどうぞいや痛いなんでいやいやもうこれ横になってんなと思って変な変な感じですよねでもねいやいやいやこういうとこでお会いするとは思わなかったんですけども外六本木ですよいやもう本当にお寒い中でもありがとうございますこんにちはではこんにちはうん今日はね、ちょっとお話もあったりなんかするんですけども、うん、なんかこうトーキングをしてですね、うん浜田以外の相手とこう喋ってどんな感じかなということなんですけどもね、浜ちゃんとだいぶ違いますからねだいぶ違いますよね作りがね作りが違うこうやって見てみると改めてあクエンヒロシやなっていう感じしますよねなんかねよかった、うん、僕あの飲み物出ないんじゃないかと思ってねこういう番組なんですね大丈夫ですおタバコもどうぞあそうだありがとうございますいや本当いつもおしゃれですよねいや叶いませんよ浜ちゃんにはいやいや僕じゃなくて今日はネクタイしてないですねいやいや今日はしてないんですベルトなんか入れてこようかとか考えてあ、久米さん結構見ていただいてるらしいですね僕はね、あの楽器の使いはね、他の曲の番組でも申し訳ないですけど、ね、いやもう全然いいんですけど多分一回も見逃してないんじゃないかなあらうんあ、そうですかオープニングもいつも一生懸命見てるしあ、そうなんですかあの特にあの写真使うやつ好きでね、こいつ嫌いだとかいうのはねあ、そうなんですか、うん、あこれ結構意外でしたねだけどね、あの本に書いてあったでしょあの、はい、安さんに怒られたってはい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 チンピラの立ち話じゃないんだから漫才だろ漫才チンピラの立ち話って面白くないんだって話でねどっちかっていうとね、はい、あのファンなんですよダウンタウンのああありがとうございますだけど人にねどこが好きなのって聞かれるとね、うん、説明できないんですよ、うん、何がいいかうんどこが面白いか分かんないのだからそれはね安さんと同じ目だと思うんだけどそれは僕を腐してるんじゃないんですかいやだけどどうしても見ちゃうんですよウィークエンドになるとはで面白がってケラケラ笑ってんので改めて何が面白いのかなと思って考えてみるとね何も残らない分からないいや残らない理解できないの僕には何が面白いかそうですか僕も年でしょいやっていうか不思議なファンの方ですよねそれってねうん何なんでしょうねだから一回映るやつのねはいインターホンをして、はい、クメですけど教えてくださいって行こうかと思ってさ男場でもいいんでしょあのインターホンしてもいやまあいいんですけどオタクのいやそうかねもうお菓子のいっぱい来るんですよもう最近、うん、特にねワンショットとかツーショットとかいろんな来るらしいですねもういろんな来ますからなんで知ってんのかなここがおまっちゃんの家だっつうのなんなんでしょうまあ週刊誌とかも来ますからね、うん、その辺で気づくんでしょうけども、うん、ほら恐ろしいのいっぱい来ますから関西の人って割とノーガードって甘いですね、うん、その辺がねで僕は一回家帰ってきたらドアのノブにタンポン巻きつけられてたことがあったんです使ったやつ使ってないですけど使ってないですけどテレビで言うたらもうダメですよもう次こんなそれがしばらくして帰ってきたら今度ナプキン貼り付けられてますよドア一面にあれ貼り付くんだだドア一面にナプキン貼ってこれきついなぁ思ってねやっぱりもう夜用ですかね夜用のあ夜帰ってきたからね、うん、うまいですねいやあってましたからねそんな白い棒みたいなのが最初ドラムやった時なんかタバコだと思います普通タバコだと思うなびっくりしますよあタバコと思う、ね、というかねやっぱりね疲れて家帰ってきてね力抜けますよね、うん、あれはねあ怖いですよねだからテレビで言うと一番いけないのかなはいでもつい言っちゃうでしょう言ってしまうんですよねそうなんですよその場の笑いが欲しくてねそうだね後でまた後悔するんですけど、うん、まあまあオンエアどうしましょうって言われたらまあしといてって言ってしまうんですよね、うん、結構辛いでしょうネタ浜ちゃんは全然考えないでしょネタ考えないですね考えないんですよだからもう僕はずっとやってるんですよそういうの信じられないんだなネタ片方の相手に任せっきりでね、俺何もしないで適当に突っ込むわ言うだけ頭しばっていいんやろ無責任じゃないあ、浜田批判ですね、うん、あ、いいですね僕はそういうのはそれね、2人でやってんだから、はい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 、ギャラ同じでしょギャラ同じなんですよ本当にいやギャラ全く同じなんですよそれやっぱり気になりますよねそれでねネタは全部お任せでそうですよね適当にこんなことやってこんなことやってさポケット手突っ込んでこんなことやってそうですね突っ込んでるとあれはね無責任っていうのもあるけど、うん、将来が不安じゃないかと思うねそれね、うん、あれなんですよやっぱギャラが一緒っていうことのあれはずっとあるんですよ、うん、やっぱ久米さんにしたって小宮悦子とギャラ一緒やったら腹立つでしょほとんど同じじゃないですかそんなことないでしょいやよく知りませんけどあんまり違わないですよそうですか我々フェアな関係ですから、うん、い
いんですけどね。まあ、それあるんじゃ違ったとしてもやっぱり、うん、ちょっと彼がね不安を感じないのが不思議なんだ。将来彼はでも何でしょう、いろんなことをやっていこうとしてるんじゃないですかね、うん、僕はもうお笑いしかやらないですけども。そんなお笑いって面白いですか。面白い、うん、面白いですね。何なんでしょうね、人がドーッと笑った時気持ちいい。気持ちいい、うん、あの瞬間がやっぱ一番いい感じ。あのブランコ乗ったことございますけどね、ブランコで前にうわーっと落ちる時の股間がふわーっとなるでしょう、うん、なんかスーッて感じね、スーッて、うん、やっぱそれは久米宏でもなるわけですね、うん、なりますよ、 なりますか、うん、あの感覚なんですけどね、うん、やっぱり僕なんかでも受け狙っちゃう時ありますもんね。あ、そうですか。番組中に、うん、なんとかカメラマンを笑わそうとかね。ニュース番組でそんなことやっちゃうしょうがないんだけど、やっぱ本能的なものでね、うん、言っちゃいけないこと言っちゃったりね、うんうんうん、つい今度は編集しようと思っちゃって流して生々に生やっぱ人が笑うのを見てるの楽しいし、あその瞬間気持ちいいもんね。あ、そうですね。ここでわざとちょっとね、うん、間を置いてね、うん、次の一言で笑わせてやろうとかいうのは、うん、やっぱ人間本能なのかな。まあでもできたら僕は前も一回お願いしたんですけど、久米さんにバラエティ番組一度出ていただきたいなとね。あの僕はアホアホマンとかやってるんですよ、うん、そういうのまたやっていただいたらいいなと思うんですけどね。何やるんですか。いや、ズラかぶって、うん、パンツブリ入ってそれ僕がやるんですね。あ、やりますか。面白そうですね。でブリーフの他にはなんか前が黄色と後ろがうんこついてるんですけど。うんこ好きみたいですね。子供の頃漏らしてたりなんかしたのか。楽しいですよね。そんなことないですか。やっぱり時々考えちゃうことありますけどね。あ、そうですか。なんでこんなもんしなきゃいけないのか。いや、一度ねやっていただけたら僕はもう本当に嬉しいんですけどもね。いや、そら受けますよ。普段の緊張がありますから、その緩和はすごい緩和ですから、もう全然大丈夫ですよ。受けなかったら惨めでしょうね。受けなかったら惨めでしょうね。50になってうんこつけ受けなかった。まあちょっと交渉もねその辺してみたいかなと僕まあ思ってるんですけども、今後よろしく、こちらこそよろしくお願いします。